去年はチームトップの13勝、左脇腹を痛め一軍を離れていたこの男、西武岸隆之、今シーズン初先発。西武先発岸は2回、中日4番ルナにレフトへ3号ソロ、先制点を奪われる。それでも過去3戦3勝と相性抜群の名古屋ドームで岸が本領を発揮、中日に追加点を許さない。1対0で迎えた7回、ピンチを背負った岸、セーフティースクイズもバックが堅い守りで防ぎ、岸は7回1失点、初登板でもエースらしくきっちり試合を作った。西武は9回、ランナーを1人置いて3番浅村、右中間を破るタイムリーツーベース、1対1の同点とする。なおもチャンスで5番メヒア。西武粘りを見せたものの試合は引き分けに終わった。プロ野球史上44人目の2000本安打を目指す中日の和田選手、今日2本のヒットを打ち、偉業まであと7本です。